リベリア国民愛国戦線は、リベリアの武装組織。リベリア内戦最大の武装組織である。1980年、クラン族出身の軍人、サミュエル・ドー総長がクーデターを起こし、政権を奪取。リベリア初のアメリコ・ライベリアン以外の国家元首が誕生した。1985年、総選挙によりドーが、大統領に選出され、翌年就任した。しかし、 同は、クラン族を優遇するなどの偏った政策を進めたため、部族対立の激化を招いた。これにより、1988年には二度の政権転覆を目的とした事件が起きるも、共に未遂に終わる。その死亡者が、ギオ族及びマノ族であったため、同は政府軍を展開しギオ族、マノ族を虐殺した。これをきっかけとして、 アメリコ・ライベリアンとゴラ族の根血である、チャールズ・テイラーが、同政権転覆を目指し、当時コートジボワールに亡命していたアメリコ・ライベリアンの、旧エリート層と、同に弾圧され、国を追われた、ギオ族とマノ族出身者から構成員を募り、コートジボワールで、NPFL を結成した。1989年12月に、同政権に対する武装放棄を開始、 半年で国土の国土の9割を掌握して、首都モンドビアに侵攻。市民を巻き込むほどの大激戦を展開、1年間の内戦で、死者は1万5000人超え、難民も数百万人が発生するほどであった。1990年8月、西アフリカ諸国経済共同体が仲介として、国民統合暫定政府を発足させる。しかし、NPFL から、 分離結成されたインフルの兵士が同暗殺。同政権は崩壊する。その後、同政権出身者を中心として結成されたアラモが武装決起、内戦が拡大した。1995年に国連が仲介に入り和平交渉を進めるが、交渉は失敗、さらに内戦は激化した。最終的に停戦合意に達し、百九十七年八月に、 NPFL は国民愛国党に改組され、その党首であるテイラーが大統領に就任した。しかし、その後も反政府組織などの参入により内戦は鎮静化しないままであった。第二次内戦では元構成員らがテイラー政権軍の兵士として内戦に参加。内戦終了後、国民愛国党は政党として現在も活動している。リビア。 ブルキナファソ、コートジボワールから支援を受けていた。また、指導者のアファメド・フォーディ三考がテイラーと同じ訓練キャンプにいたことから、シエラ・レオネの革命統一戦線とは共闘関係にあった。最大時には2万5千人のゲリラ勢力がいたと言われている。なおこの組織は天然資源の非合法輸出や6、7歳児の少年兵部隊を前線に送り出すなどで、 国際的な非難を浴びた。ありがとうございます。